メリクリー違う。メリークリスマス。ほっほっほー。メリークリスマス。ちょっとテンションが違う。ほっほっほー。メリークリスマス。ちょっと一人でやるテンションじゃないよね、これね。まあ、とりあえずメリークリスマスです。いや、違う。メリークリスマスじゃない。まだ11月や。ただ、パーカーもクリスマス気分一色で、グッズとかもいっぱい販売されてまして、まあ、クリスマス気分も盛り上げていきましょうということで、背景に歴代のクリスマスの衣装を着たミニーさんの縫い輪をちょっと揃えてみました。まあ、揃えてみましたって言っても、いつから買ってるやろ？多分これが一番古いんちゃうかな？ 2010 年、それね、これ、サンタ村のミニーさんね。サンタ村のミニーさんが2010年、2013年の買ってないねな。で、その後が、これかな？あ、これも2010年、これ、カラフル、カラーホリデーやったっけ？なんとかホリデークリスマス。ミキヒロとザミマエが工事やってた時に、リドでやってたやつね。それの衣装着たミニーさん。まあ、それはいいや。それが本題じゃないね。本題は、今日が11月2日、金曜日23時52分ということで、明日11月3日土曜日ですけども、パークにインします。インするんですけども、何のためにインするかっていうか、毎週言ってるから、何のためとかクソもないねんけどね。こちら、じゃじゃん、ピート。以前、ミラコスタのハーバーグランドビューに泊まった時に、10回宿泊記念でいただきました、このいただき物。いただきました、いただき物。何やそれ。まあいいんですけど。です。これを、まあ開封しますと、ちょっと。じゃじゃーん。これですね。お皿。ホテルミラコスタの飾りがついた、飾りというか装飾ね。装飾がデザインされたお皿。これ多分食器というよりも飾り用の皿やと思うんですけど、それのいただき物ですね。これを、またプレゼントしようと思います。で、ちょっと待って、この下なんかあるぞ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、やば。あ、待って。あ、2枚ある、これ。ちょっと待って。嘘、マジで。俺知らんかった。これ何この隠し扉的なやつ。マジでやば、衝撃の事実。知らんかった、マジで。いや、俺これ1枚やから、これ絶対飾りもんやと思ったんですよ。1枚もらって嬉しいわけないよ。あんたぼっちやから1枚でいいっすよね、みたいな。これ嫌味ですかみたいなね。それぐらいの勢いで考えてたんですよ。だからもう、こうなんか、立てかけてね、このなんか立てかけて飾るような、こう、なんか玄関とかにね、こう、シャレオツっていうか、この、なんていうか、セレブ的なこの感じで飾るお皿ってあるじゃないですか。それかと思いきや、きや2枚入ってた。マジか。ええー。いや、めっちゃ今興奮してる。なんか宝物発見したみたい。ちょっとこう、ちゃんとこれ、あれやんな。ミッキーさんの形、ちゃんとデザインされているよね、これ。すごっ。マジか、2枚組か。知らんかった。どうしよう。いや、どうしようもない。で、どうしよう。じゃあ、いいや。これ、だから、実用品やんな。このお皿。ちゃんとここに、食事、乗っけて、使える実用品ですよ。まあ、その代わり、2枚なんで、ラブイカップルぐらいしか、使えないと思うんですけど、家族で使うには、ちょっと、足りないですね、枚数が。だから、20回泊まったらいい。20回泊まったら4枚揃うから、家族4人分ができるわけ。誰が泊まんねん。まあ、それはいいとして。めっちゃ興奮してる、俺。で、今回も、これあげるだけじゃつまんないので、こちら、ミラコの箱のところに、キャラのサインをもらっていこうと思います。前回は、こう、横長の細い箱だったんで、ミッキー、ミニーだったんですけども、今回結構スペースあるじゃないですか。なので、全キャラ。ただミッキー、ミニー、ドナルド、デイジー。ちょっと、ドナデジ話さん方がいい？ミッキー、ミニー、ドナルド、デイジー、グーフィー。みたいな感じで、こう、全員もらえるかなと。
頑張ってみようかなと思ってます。でそれが明日11月3日に1日かけてやっていこうと思っております。で今もう12時になりますんで、今から寝ます寝て起きて、まあさすがに始発はないと思うんですよ。始発はないんですけども、開演待ちしてサインもらえるかどうかちょっと頑張っていきたいと思います。じゃあちょっと待って、俺はちょっと興奮してるから、やば2枚入ってたということで、まだ明日お会いしましょう。バイナラ。はい、ではどうぞ。ではお荷物持っていただいてカゴの中へお願いします。さあさあお写真お願いします。バイバーイ。あ、サインどうぞ。で、お客様、この、正面からのお写真は？あ、大丈夫、動画で。このまま動画でいいですか？じゃあ正面から動画で撮っちゃいますね。はーい。じゃあ少し動いていただいて。OK かな。はい、ありがとうございます。はい。始まってますかね。ありがとうございます。ではお客様行きましょう。ようこそ。いいね、いいね。じゃあまずはお願いします。行きます。はい、ポーズ。こっちはムービー当たってます。あ、サイン、おー、ぜひぜひ。どちらにでしょう。わー、すごい箱集めてらっしゃるんですね。他にも集める予定なんですね。おー、かっこいい。いいね。すごーい。10回もすごいですね。お菓子か何かなんですか？お皿。いやいや、すごいですね。ありがとうございます。お菓子じゃなかったねではドナルド準備 OK だよ。まず1名様とご挨拶行きましょう。そうそう、会いに来てくれたのね。うん、おー、かっこいいでしょ。あ、ハイタッチもバッチリ。かっこよく撮っていきましょう。
そのままお待ちくださいね。オッケー、こっちからね動画も撮っているよ。そうなの。うん、二人でね。あら、サイン、そかそか、じゃあ持ってきましょう。うん、どこにあるかな。どこに買ったな。あ、かっこいいものは。ペンもありますか。あら、もうグーフィーたちのサインもあるのね。うん、なるほど。じゃあペンを渡してもらって張り切って書いていきましょう。集めてるのね、素敵素敵。オッケー、じゃあ、おい、うん、大丈夫？置いてきます？大丈夫そう？うん、あ、じゃあこっちから動画でね。オッケー、書けたよ。あ、バッチリ。タッチもバッチリ、ありがとうございます。すごくいいですね。これ、あ、ミッキーも素晴らしい。すごい。次デイジーですね。じゃあまだ奥で。では、あ、よかったらじゃあサインもらっちゃいましょうかね、一緒にね。さあ、これ何の箱ですか？ミラコスタ。あ、ミラコスタで何が入ってるんですかね。中からですけど、お皿が入ってた。あ、お皿入ってたんだって。中身からも。え、あ、レイジーのね、素敵。あら、バッチリ、ありがとうございます。よかったらサイン箱の中にしまってきていただいて大丈夫ですよ。ありがとうございます。はい、ではカメラマンの撮影いきますね。はい、正面からお撮りします。はい、お願いします。はーい、ポーズ。はい、少々お待ちください。あ、いや、真ん中からはね、これね、デジ動画撮ってるよ。デジ動画撮ってるの。お兄さんにすごい、もうすごいよ今。お尻とお尻でドーンって。お兄さんすごい、対抗できなかったね今ね。ありがとうございますね。ぜひまたね、お兄さん遊びに来てくださいね。ありがとうございます。はい、どうぞ。どうぞ。やっほーでございます。こんばんは。今日は1月2日水曜日16時47分ですが、1本の動画作るのにどんだけ時間かかってるねって感じですよね。というわけでプレゼントです。ちょっと、あまりにも昔のことすぎてね、どういうだったかってあんま覚えてないんですよね。とりあえずクリスマスイベント、去年2018年のクリスマスイベントが始まった時に考えて、グリーっていうかサインもらいに行って、気がついたら年明けた。僕この動画の一番最初にメリークリスマスとか言って、ここに縫い場並べてるじゃないですか。本当バカかよと思いますよね。はい、というわけでこちら、サインもらってきました。もらってきましたって、もらったのもほんま2ヶ月前なんですけどね。ミッキーさんとミニーさんと、ドナルド、デイジー、グビーという感じで、ミニーさんが一人だけ細いのは、まあ、動画でもちょっと出てると思うんですけども、もらうタイミングでペンどっかなくしちゃって、このあわ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 してたら、やっぱ押しを前にやっぱ緊張するじゃないですか。緊張してこうペンペンペン、あれあれペンペンとか言ってたら、ちょっとほんと見失っちゃって、でキャストさんに急遽借りたペンなので、一個だけこのね細いっていう。いや、もうみんなしっかりした太さのサインなのに、ほんと、押しに限って細いっていうのがね、ほんとね、ほんとバカですよね。まあ、いいんですけど。というわけで、こちら、お皿もちゃんと、よいしょ。あ、開け。もう。はい、お皿もしっかり入って、これが、ですね、この、よいしょ。隠し扉の向こうにもう一枚という感じで、大興奮してましたけども、2枚あります。で、こちらを、プレゼントいたします。で、例のごとく、また、フォームに入力をしていただくんですけども、その際に、メールアドレスか、ツイッターのアカウントか、インスタのアカウントか、いずれかですね、どれかです。全部書く必要ないんですよ。どれかを記入していただいて、ご応募くださいという感じです。で、肝心なのが、ご応募の動機のところですね、そこに書いていただく内容でして、そこの内容で、あ、これ面白そうだなって思う方に、
プレゼント差し上げたいと思います。まあ前回ですとあの YouTuber のスカイさんのご結婚記念日に突如押し寄せる怪しいやつらいやあれああいうのはもう多分やらないと思います。ちょっと結構危ないじゃないですかああいうのはちょっとやらないんですけどとかですね、そういう感じで何かしらこのこれを渡して動画のネタになるような感じであればあの日本全国どこでも行きますんで、まあ、日本全国、まあ、海外行くか、うん、ちょっとそこは微妙ですけどっていう感じで考えていきたいと思いますので、概要欄に、そう本当はねこの動画の中にリンク貼りたいんですよ。概要欄にリンク貼ったら動画見んとそのまま行けちゃうじゃないですか、ね、せっかくやったら動画見てもらいたいしっていうので本当は動画の中にこれねリンクピチッと貼りたいんですけど、それができなかったので概要欄にリンク貼っておりますのでどしどしご応募くださいという感じで2ヶ月にわたってなんですけどこの動画自身を公開するのもちょっとまだ決まってないのでいつ公開するかわからないんですけどまあ頑張って公開します。いや未公開の動画がやたらと多いんで、あの、順番に回していきますんで、という感じで、あの、皆さん、2019年今年もよろしくお願いします。では、バイナラー。